はい、じゃあ。おはようございます。ハレルヤー、アメン、アメン。今日はですね、1月第2週で、ね、本当に2015年、ね、こう突入したという感じです。フランスでも、事件が起きてますが、でも皆さん、そういう事件にも意味があるんですね。一つの意味はですね、そのユダヤ人の何か人たちのところで人質の事件があったんですが、今ですね、反ユダヤ主義が横行してるんです、ね、特にヨーロッパですけども、ヨーロッパで反ユダヤ主義が横行してます。でこれはですね、ホロコーストの、まあ、原因でもなったわけですね。で反ユダヤ主義とは何かということを多くの人は知らないんですよ。で反ユダヤ主義っていうのは結局のところ人間の罪を表しているんです。なぜかというと、罪というのは神様に敵対することなんですね。神様に敵対する。だからその世の中は神様に敵対している社会だということが私たちの考え方ですね。いや私そんなことはありませんよってみんな言うかもしれませんが、しかし神の目から見たらそうなんですね。聖書を見ると、神の目から見たらこの世は暴虐に満ちている、罪に満ちている。その罪とは何ですか？その罪というのは神様に対して敵対しているということです。しかし神様は、ね、それを教えるために、その神の選んだ民であるユダヤ人はまだ救われてないんです。ユダヤ人はまだメシアであるイエス様を受け入れてないので、救われてないにもかかわらず、ユダヤ人を神様は愛していて、神の民としてすでに、その契約の時に契約をしているわけです。その契約は無効ではないんですね。無効ではない、まだ有効なんです。でその契約のゆえに、サタンはユダヤ人を抹殺したいんです、ね、なぜ抹殺したいかというと、ユダヤ人が救われた時にイエス様が来られるからですね。私たちのその終わりの時代のスケジュールのとっても大事なポイントは、イスラエルがこれから救われて、イスラエルがイエス様を歓迎したときにイエス様が再臨するというスケジュールがとても大事なんです。そのことの中で、多くの人たちはそのサタンの思いを持ってしまうんです。罪人というのは何かというと、罪人というのはサタンの思いを持ってしまうということなんです。ですからサタンの思いは神を憎んでいるがゆえにユダヤ人を憎むということです。これが反ユダヤ主義です。反ユダヤ主義のことを霊的に見ないとわからないんです、世の中の人たち。単なる、もちろんその人種差別のように、人種は民族で差別がありますけれども、これも結局はサタンの心なんですね。サタンはそのように差別という形で人間の心に入っているんです。ですから私たちはそのことを本当によく理解して悔い改めなきゃいけないんです。私たち一人一人の中に差別があるんです。私たち心の中にその憎しみがあるんです。でそれはどこから来たかというと、悪魔から来たんです。悪魔から来た心を持っていることを理解することが大事なんです。そしてそれを悔い改めてイエス様を信じると、その私たちの中にある悪魔の思いが消えていくんです。悪魔の心が持っててはいけないんです。私たちは悪魔の心を捨てなければなりません。それが私たちの信仰です。ですから皆さん、そのフランスのその事件の本質を知ってください。その本質は悪魔が暴れているということなんです。悪魔がこのイエス様が再臨の近いのを知って、今そのようにユダヤ人を攻撃し、クリスチャンを攻撃し、悪魔の働きがあるということを理解してください。信仰のない人たちでも、あの事件がまさに悪魔的だということは分かるでしょう。誰がどう見たって分かるでしょう。良くないって分かるじゃないですか。テロなんですから、そういう言論の自由を、ね、言論の自由をその認めてないわけです。私たちは、自分の都合の悪い人を
抹殺するとか、自分の都合の悪い人に暴力を振るっていいわけはありません。私たちは、そのような、ことを決して良くないと思います。ですから多くの人たちが分かってほしいのです。この霊の世界を分かってほしい。神様と神様のことを憎んでいる世界がどのような状況かを分かってほしいんです。今犯罪が増えてます。で、その犯罪のその根本的な理由も同じなんです、ね、犯罪というのは何ですか。それは神様の御心を無視しているがゆえに、その自分の欲とか自分の利益のためにしてはいけないことをしてしまうことなんですね。それが犯罪です。そしてその犯罪にはならないとしても、犯罪にならないとしても、私たちはね、そのような罪を犯している存在だということをまず理解しなければいけません。私たちが一言暴言を吐くならば、それは大きな罪なんです。私たちがもし嘘をつくならば、それは神様に対する大きな罪なんです。もし私たちが人を恨んでいるならば、それは神様に対する大きな罪なんです。犯罪になるから罪なのではありません。私たちの心はそのように、サタンの心を持った存在として罪を犯しやすいということを理解し、私たちは日々悔い改めて、イエス様ごめんなさい、イエス様私も、罪を犯しました、私も、ね、人には知られてないけれども罪を犯しています、ごめんなさいと、そのように私たちは神様に対して罪を理解し、認識し、悔い改めて、初めて私たちは神様に会って、イエス・キリストに会って許されていくんです。皆さん、ですから神様の願っていることはそういうことなんです。神様の願っていることは、人々の心が神様に向いて、その罪を認め、悔い改めて、清くされてほしいのです。神様は神の子供が欲しいのです。神の子供が欲しいのです。誰でも誰でもイエス・キリストに会って神の子供になり、そしてイエス様によって神の子供のような清さを持つような人たちが現れるのです。この、世界の問題、事件を通して私たちは真理を学ぶことができるんです。ぜひ皆さん、これからはそういう時代なんです。この終わりの時代、神様は神の栄光を表すために、そのように人々が神に立ち返って清くなってほしいのです。神の子供たちを産みたいのです。アメン。おとといとその前に集会行きましたのですね、皆さんね、私と同じように角笛を持った人がいるんですよ。で、私のすぐ後ろにも2人いましてですね、え、角笛吹くんですねって、はいって、じゃあ角笛隊作りましょうっていうことで、私がこう並んでですね、3人でですね、集会中角笛吹いたんですね。もう本当に嬉しかったですね。そして本当にその集会で角笛を吹くっていうことがね、こう許されてるというか、ものすごくこの油注ぎを感じますね。そしてある方のブログによると、角笛を吹くということは今の時代とても大事だということなんですね。なぜ大事かというと、そのイエス様がもうすぐ来られるということですね。またリバイバルが来るということで、角笛を吹くということはその印だということですね。勝利の印であり、そしてイエス様が再臨される印であり、神様のその勝利宣言ということで、私たちは信仰というのはまさに神の勝利を宣言することだということなんです、ね、多くの人はもう失望して、もう人生終わったってみんな思ってる人がたくさんいるんですが、そうじゃない。人生終わったではない。イエス様によって勝利できるんだ。イエス様が十字架で勝利したので、そのイエス様の十字架の勝利を一人一人が、信じる者一人一人が勝利できるという、それが私たちの喜びなんです。ですから皆さんの人生、イエス・キリストにって勝利できます。信じましょう。敗北感を持ってはいけません。挫折感を持ってはいけません。絶望してはいけません。
イエスキリストにあって勝利できると信じましょう。そして勝利の叫びをあげましょう。ちょっと最初に角笛を吹いてですね、礼拝を始めたいと思います。角笛礼拝ですね。角笛礼拝、期待して、勝利を期待して、信じてね。もうイエス様がもう勝利してる。サタンが暴れても大丈夫。サタンがどれほど暴れても、神様に勝てないということです。私たちは神を信じるということは勝利を信じることであり、神様を信じるということはもう私たちは心配しなくていいということであり、神様を信じるということはもう希望を持つことなんです。アメン、アメン。ごめんなさい、ちょっと待ってね。アメン。イエス様は近いです。イエス様は近いです。もう私たちはイエス・キリストによって罪が許されたんです。もう私たちは、その罪から離れ、義のために生きるようになったんです。私たちの喜びはイエス・キリストなんです。イエス様が、私たちの希望です。イエス様が私たちの命です。イエス様が私たちの道です。イエス様がいるので私たちはもう本当に救われたのです。彼によって救われたのです。彼によって認められたのです。この世は認めてくれません。社会は認めてくれません。イエス様が認めてくれるのです。喜びましょう。アメン。アメン。皆さんおはようございます。アメン。ハレルヤ、ハレルヤ、アメン。主に感謝ですね。今ね、地球ちゃんがね、角笛を吹いて、その神様のですね、ことを求めるというですね、大きな本当に、角笛の音が鳴り響き渡りましたけども、角笛っていつ吹くか分かりますか、皆さん。角笛っていうのは戦ってる途中に角笛を吹くかもしれませんけども、角笛っていうのは最終的に悪に勝利して悪を踏みつけた上で角笛を悠々と吹くわけなんですね。そうすると神様が降りてきてくださるんではないでしょうかね。つまり、戦いに勝って最終的に勝利して、周りはもうみんな敵がいないと、周りはもうみんな敵いない中で堂々と悠々とその角笛を高らかに鳴らして、私たちが勝ったぞということを誇らしげに宣言する、余裕を持って宣言する、もう高らかに神様の勝利をですね、宣言するものとして角笛っていうのはあるんじゃないでしょうかね。角笛、戦いの前にも吹くかもしれません。でも戦ってる最中に角笛吹けないですよね。戦ってる最中には吹けない。じゃあいつ吹くのか。最終的に悪魔を踏みつけて戦いに勝った時に角笛っていうのは吹き鳴らされるわけなんだと思います。主に感謝ですね。ですね、フランスで、本当にひどい事件が起こりました。これね、霊的な目で見たら、キューちゃんもですね、わかる、キューちゃんも霊的に見ないとわかんないって言ってましたけども、これね、本当にね、悪魔の働きそのものなんですよ。これわかりますか。聖書には罪から来る報酬は死ですと書いてあります。罪から来る報酬は死です、そのイスラム原理主義の兄弟はどうなりましたか。イスラム原理主義の兄弟は最終的にどうなりましたか。今死んでこの世にいないんです。死んでこの世にいないんですよ。罪から来る報酬は死ですという聖書の言葉はそのまんま当てはめることができる。そしたら
その人たちは今、地獄に行って、もう燃える火の中で苦しんでると思うんですね。なんでか、人を殺して罪を犯して、許されもなく殺されてしまったわけですから。でね、この働き、つまり人をまず殺した、テロを起こして、人を銃撃して殺した、逃げた、逃げた先にスーパー、ユダヤ系のスーパーに立てこもって、そこで人質に立てこもってですね、で、銃撃戦の末、死んだ。人を殺して自分も滅びたわけですね。人を滅ぼして自分も滅びたんですよ。これどういうことですか？これはまさに悪魔の気持ちじゃないですか。悪魔の仕業じゃないですか。自分を、人をですね、殺して、神様に、その人たち、フランスのその新聞社の人たち、どんだけクリスチャンがいたのか知りませんけども、神様によのことを求めてる人だったか分かりませんけども、神様から許された、神様と和解した人じゃないにもかかわらず、その人たちは銃撃されて12人という方が死んでしまった。の後にスーパーに行って、ユダヤ系の中のスーパーで、多くの人が5人ですかね、銃撃戦の上死んでしまったと。で、さらにその人たちも殺されたと。悪魔は滅ぼして自滅するんですよ。悪魔は人を滅ぼして、で、さらに自滅するんですよ。それがですね、悪魔の心なんですよ。つまり悪魔の心っていうのは、もう罪許されてない人間を、多くの人を地獄に送って、そして地獄のいるから、あなたのね、大事な人間が地獄に行ったんだぞ。地獄に行ったんだぞ。いいのか？こんだけいっぱい地獄にいる仲間がこんだけ増えていいのかって。で、地獄をなくしてもらいたいと思ってんのが悪魔のささやきなんです。悪魔の計画なんですよ。このね、計画がまさにこの地球上で行われてるんですよ。これはね、まさに霊的な目で見ると悪魔の思うツボになっちゃってるんです。でも私たちはですね、いくら言論でですね、言論で、その武力でですね、暴力で、その言論を弾圧しようとしても、言論は弾圧できません。私たちはですね、このマタイのですね、マタイの16章、15節、16節ですね。マタイの16章の15節、16節です。ここを読んでみましょう。これはですね、私たちの信仰の大きな信仰告白に通じるものがあります。さあ、マタイの16章、15節、16ですね。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？そこでシモン・ペテロがですね、答えてます。16、シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の子キリストですと言ったんですね。これ皆さん、私たち信仰告白することがどんだけ大切なことでしょうかね。これ聖書でイエス様の目の前にして、あなたは生ける神の子キリストですって言ってますけども、これイエス様見てる中でですね、これ私たちどんだけ言えますかね。どんだけ言えますかね。いろんなところに私たちは出くわします。いろんな場面に出くわします。そんな中、例えば街中に歩いてて、あなたはイエス様は生ける神の子ですよと、イエス様は生ける神の子キリストなんですよと言えますかね。これね、いろんなところで試しに会います。家のところで私たちはチャレンジに会います。悪魔の前で、例えばボコハラム、すごいボコハラムも暴れてますけども、ボコハラムが周り全部囲んでる中で、この言葉は言えますか？皆さん。この言葉言えますか？この言葉が言えるかどうか。もう、イスラム原理主義がみんな銃を持って待ち構えて、銃を持って自分を取り囲んだと想像してください。その時に、イエス様は生ける神の子キリストです。これ言えますかね、皆さん。これ言いましょうよ、皆さん。これがですね、私たちの求められている信仰なんですね。これは、
今、世の中ですね、イスラム原理主義が、横行して、いろんなところでテロ活動を起こしてますけども、武力でもって、恐怖でもって、威圧でもって、その人たちの、その信仰心をもう強制的に曲げてると言ったことがありますけども、それはまさに悪魔のですね、もう行動、悪魔の気持ちと全く一緒なんですね。で、キューさんも言ってましたけども、悪魔が私たちの心にいるから、そういった反ユダヤ主義、反キリスト主義、反イエス主義、反キリスト主義にあって時にこそ、あのイエス様は生ける神の子キリストですと信仰を持って告白することができるかどうか、こういう時代が来ますよ、皆さん。こういう時代が来ますよ。日本でおいても例外じゃありませんよ。日本においても多くの人がキリストか反キリストかに分かれていくと言われてます。と、キリストか反キリストかに分かれた時に、周りからね、反キリストが自分を取り囲んだ時に、それが言えるかどうか。イスラムに行って、イスラムの社会でイエス様は生ける神の子キリストですと宣言できるかどうか。これがですね、私たちこれからの世の中でですね、大きく選択を迫られる、大きな選択を迫られる時なんです。でも選択のというか、選ぶ余地はないですよね。選ぶ余地はない。私たちは神のキリストを信じてるわけですから、もうキリストですと言うだけです。単純にキリストですと言うだけなんですね。もう私たちはですね、どんだけ信仰告白、する箇所、場面がこれから出てくるでしょうか。世の中二分されると、それは何年後に起きるか分かりませんけども、キリスト的な人と反キリスト的な人に分かれると、その分かれた時にちゃんと自分の信仰態度を貫くことができるかどうか、それを養ってるのは今じゃないでしょうかね。今ぜひとも養って、そして私たちはもう一つ大きな武器があります。何でしょうかね。賛美です。賛美。賛美があるんです。私たちの大きな武器は賛美を、この中に賛美を灯しましょう。この中に賛美の火を灯しましょう。そして賛美した上で、そして神様にもう迎え入れられる、清い、御霊として、清い、宮としてですね、神様に入っていただいて、そして私たちは神様に喜ばれる、本当に喜ばれる愛の神様ですからね。キリスト教は愛の神様ですよ、皆さん。キリスト教は愛の神ですよ。愛の神は人殺しはしませんよ。愛の神は人殺ししません。神様の大きな愛にあって私たちは安らぐことができる人か、それかふざけるなと、そんなのはいないよって言って悪魔的な方に言ってしまうか。それはですね、今皆さん聞いてる中であなたが感じることです。あなたが選択することです。あなたがそこをどういうふうにこれから導かれていくか分かりません。だからこの話をぜひとも聞いていただきたい。この礼拝に来ていただいてありがとうございます。この礼拝に来て、Q ちゃんのこの後のメッセージ聞いてもらいたい。もう本当にですね、私たちは神様に会って、本当にもう日々喜びを踊ってですね、賛美、感謝をですね、捧げるわけなのであります。さあ、じゃあそういうことでね、まあ話したいこといっぱいあります。話したいこといっぱいありますけど、今日はこの辺にします。でも、神様がですね、私たちのことを愛してくれてるのは、くださってるのは間違いないんです。愛してくださってる神様がいる中で、神様は多くの人がですね、救われて、天の御国に入ってくる、くださるの、く、くれるのを待ってます。天の御国に入るのを待ってます。その天の御国に入るのは、私たち、人間なんですね。私たち人間が天の御国に入るんです。多くの人がですね、地獄に行ってしまっているかもしれません。でも、それは悪魔の計画なんです。悪魔の考えなんです。こんなに多くの人が地獄に行ってるよ。
だから地獄なくしてくれと、あなたの愛する人間たちが地獄に行ってるよと、だから地獄をなくしてくれって、これが悪魔の計画なんです。その地獄に行く必要がないように私たちは、聖書に書いてあります。聖書にどういうことが書いてあるか、この人間の体を滅ぼすことができる人を恐れるんではなくて、その後身も心もゲヘナに投げ込む人を恐れなさいと書いてありますね。つまりどういうことか、人間がいつか死ぬんです。必ず死ぬんです。で、死んだ後に誰もがやってくる裁きの時に、あなたの名前が書かれているように、その救いの書にですね、神様の天国の天国入りリストにその名前が書かれているかどうか、これが一番大事なポイントなんです。あなたの名前は書かれてますよ、天の御国の入り口の書にあなたの名前が書かれてますよというふうにしてすれば、私たちは何ら恐れることはないんです。何にも怖いものがないんです。何にも怖いものはない。私たちは本当にですね、神様の兵士として、神様の、喜ばれる器として、神様の兵士として愛を武器に、愛を貫いていきましょう。そのための賛美なんです。そのための賛美をやっていきましょう。アメン。
抜かれたり、ね、はい、愛する友のために命を捨てる、これほど大きな愛があるだろうか、逃れる道もなく何かを求めて、私がまだ罪の中にいたとき、人が私のために命を投げ出して、その愛を永遠の愛を心に注がれた。命を捨てる、これほど大きな愛があるだろうか、逃れる道もなく何かを求め、私がまだ罪の中にいたとき、キリストが私のために命を投げ出して、その愛を永遠の愛を心に注がれた。I'm not afraid of the dark.
ておられる我が内におられる。すべては主の御手にあり、熱盛しよう主がおられる。主イエスは我が為、十字架にかけられ我が罪あがない、墓よりよみがえられた。主は今生きておられる我が内におられる。主がおられる。最初から主イエスは我が為、十字架にかけられ我が罪あがない、墓よりよみがえられた。主は今生きておられる我が内におられる。すべては主の御手にあり、熱盛しよう主がおられる。主は今生きておられる我が内におられる。すべては主の御手にあり、熱盛しよう主がおられる。主は今生きておられる我が内におられる。すべては主の御手にあり、熱盛よ主がおられる。すべては主の御手にあり、熱盛よ主がおられる。熱盛よ主がおられる。熱盛よ主がおられる。アメン。アメン。アメン。じゃあドラのやつらいきましょうね。はい。これ。わ。はい。じゃあドラのやつらいきましょう。神の愛の結晶、イエス勝利のシンボル、素晴らしいその涙を心の底から喜び
限りなく称えてゆこう。もう一回イエス、イエス、神の愛の結晶、イエス、勝利のシンボル、素晴らしいその笑顔、心の底から世々限りなく称えてゆこう。私たちに降り注ぐ大きな泉となり湧き上がるこの広い宇宙の中で塵のように小さな地球に住む私たちに神の愛少しへに降り届くその愛とはどうやつらにあなたの愛の行いあなたの愛の行い時を越えて場所を越えて私たちに届く私たちに降り注ぐ大きな泉となり湧き上がるこの広い宇宙の中で塵のように小さな地球に住む私たちに神の愛地へに降り注ぐその愛とはの安らぎこの広い宇宙の中で地のより小さな地球に住む私家に降り注ぐその愛とは誰だにとこちに降り注ぐその愛とは誰だにアメンアメンアメン。じゃあ栄光やつにありましたね。はい、こういうやつに歩きましょう。栄光、栄光、イエスに
こへ行こう、イエスにあれ、みんなに言います、子羊よ、おむべきお方、あなたはすべをためる、とはに正義をもって栄光栄光イエスにあれ、おむべきお方、あなたはすべを治める、とはに正義をもって、ゆっくり栄光から栄光栄光イエスにあれ、栄光栄光イエスにあれ、みんなにいます、子羊よ、おむべきお方、あなたはすべを治める、とはに正義をもって、みんなにみんなにいます、子羊よ、おむべきお方、あなたとはに正義をもって、とはに正義をもって。アメン。アメン。ハレルヤ。アメン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 。集会の時はもう大勢だったので、すごくこう盛り上がるんですが、まあ賛美は一人でもできますし、二人でもできますし、大事なのは心ですよね、皆さんね。神様は心を見ているんです。アメン。人は上辺を見るけど、神様は心を見ると。そのように書かれています。ですから私たちは真心を込めて
礼拝しようではないでしょうか。こういう御言葉があります。天のお父様は霊と誠を持って礼拝するものを求めていると書いてあります。アメン。霊と誠、ね、つまり油注ぎの中で聖霊に聖霊の臨在の中で、私たちは、ね、肉の礼拝ではなく霊の礼拝が必要だということですね。油注ぎを受けて、ね、本当に私たちは真心を込めて、礼拝するべきじゃないでしょうか。神様は、その聖霊、油注ぎのない礼拝は喜ばれませんね。私たちが本当に神様にどういう気持ちかということが大事です。で、神様は礼拝のこう礼拝のこの姿を見ているのではないですね。礼拝している一人一人の礼拝者の心を見ているんです。アメン。ですからリスナーの方々、皆さんもパソコンの前で一緒に礼拝しているかもしれませんが、皆さん神様は皆さんの信仰を見ています。たとえパソコンの前で一人で礼拝しているかもしれません。しかし皆さん一人じゃないのです。この霊の世界において、ね、私たちは、地理的に離れていても、霊においては一つだと信じましょう。世界が、ね、地球は大きいですが、私たちは今地球の各地に散らされていますが、それは散らされている理由があるのです。私たちはその各地にいることによって地の塩となってこの世を清めているのです。この世の光となっているのです。皆さん、私たちは、使わされたものなんです。イエス様も天から使わされてこの地上に来ましたけど、皆さんも使わされているんですよ。皆さんは神様に使わされて、その皆さんの住んでいる地域において神の栄光を表すことを求められているんです。多く与えられるものは多く求められるとも書いてあるんです。皆さんが信仰で得たものを、ね、求められているんです、ね。皆さんのタラントをですね、使うことを求められているんです。神様から受けたものを神様のために使うのです。皆さんの賜物を神様のために使うのです。口がある人は神の言葉を語るのです、ね。耳のある人は、神の言葉を聞くのです。目がある方は、神の御業を見るのです。足のある方は、神の福音を伝えるのです。手がある方は、その、清い手を挙げというのがありますけどね。私ね、おとといみんながこう手を挙げてこう賛美してるんですよ。で、両手を挙げるっていう歌詞がありまして、ね、両手を挙げる、詩編だったかな、男性は言い争わないで清い手を挙げ祈りなさいっていう御言葉があるんですが、私はね、その時に思わされたんですね。清い手を挙げる、これは私たち手というのは何かというと、手というのは何かをするということですね。何かをする。で、神の目から見たら人間の手は汚れてるんです。なぜ汚れてるかというと、罪を犯すからですね。手というのは不潔じゃないですか。いろんなものを触ったりね。で、インフルエンザの時よく手を洗いなさいっていうのは、その不潔だからでしょ。いろんなものを触るからね。で、神の目から見たら私たちの、その生きていることの中でいろんな罪を犯すということは手が汚れているということです。だから私たちは悔い改めて悪いことをやめて、イエス様、私たちの手はね、悔い改めて悪いことをやめましたって言ってですね、その清い手を挙げるという意味もあるんじゃないかと思わされました。ですから私たちは神に向かって、神様、悔い改めましたね、悪いことをやめましたって神様に手を見せてるんじゃないかと思うんですね。そういうふうに思わされましたね。アメン。ですから私たちは、口論とか議論ということで、その、神のことにしてふさわしくないような生き方をやめて、私たちはその清い手を挙げて神に向かうではないでしょうか。神様はそのような、私たちの清い技というか清い生き方を求めているのです。そのように思わされました。
そして、皆さん、私たちはですね、その、神様が、求めているのは、本当にこの終わりの時代、なおさら良いものではないでしょうか。キリスト教の歴史が2000年間ありますね。もう2000年あるんですね、皆さん、キリスト教の歴史ね。すごい長い歴史があります。でも、この2000年のこの終わりのクライマックス、クライマックス、その本当にこの花が咲くというか、実を結ぶというか、神のね、この働きが、最初はからし種ですよね。からし種っていうのは、最初はイエス様からということだと思うんですが、たったお一人の、たった一人の御子、イエス様から、この2000年間、だん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 、この神の国が広がって、今は鳥がですね、巣を作るぐらい大きな大木になっています。たくさんのクリスチャンがいるんです。そして、今、この終わりの時代を迎えようとしてますが、この神の国が本当にこう、整えられて、非難されるところのない、傷もない、シミもない、素晴らしい花嫁として、今、整えられようとしているんです。そして、花嫁が準備、婚礼の準備ができたら、花婿であるイエス様が来られるのです。これから教会が、ですね、教会が、花嫁のですね、何でしょうかね、こう、着飾るというか、ウェディングドレスを着るときが来るんです。もう着てるかな。まあ、教会が花嫁ですから、ウェディングドレスを着るんです、ね。皆さん、ウェディングドレスというのは真っ白じゃないですか。それはどういうことかというと、イエス様によって罪が許されて清くされたという意味です。私たちは許されました。アメン。イエス・キリストを信じる、その、信仰で許されたんです。でも私たちは、花嫁として真っ白になる必要があるんです。アメン。真っ白になるというのは、清くされる。罪が取り除かれるということです。どこがですか？この洋服じゃないですよね。この洋服はちょっと真っ白じゃないですけど。私たちの心です。私たちの心が真っ白に、頭が真っ白って意味じゃないですよ、皆さん。頭が真っ白じゃなくて、心が真っ白にならなきゃいけないということです。アメン。心が、真っ白になる必要があります。つまり、清くされる必要があるというんです。ね、どうやって清くなるんですか？イエス様の血によって清くなります。どうやって清くなるんですか？イエス様の御言葉によって清くなります。どうやって清くなるんですか？聖霊様によって清くなるんです。ですから私たちは、いつも油注ぎが必要です。いつも御言葉が必要です。ね、いつもイエス様を思う信仰が必要です。アーメン。私たちは心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くしてイエス様を愛しています。イエス様を愛する者は白くなるのです。イエス様を愛する者は変えられるのです。イエス様を愛する者は喜ばれるのです。私たちはもう信仰を持って分かったのです。人生の生きる意味は、イエス様と共に生きることであり、イエス様を愛することだということが分かったんです。人生の意味が分かったのです。人生の意味が分かって、もう本当にそのように生きたいのです。リスナーの皆さん、多くの人は生きる意味を見失っているのです。生きる意味をこう失っていて、どうしたらいいか分からないのです。私がもう放送で毎回言ってるんですが、ただ聞いただけじゃ分からないかもしれませんね。イエス様のために生きる。どういうことかなと。リスナーは、多くのリスナーは、ちょっとですね、こう聞いていても分からないかもしれませんね。キーノです、ね、隣人を自分のように愛しなさい。言葉では一言です。でもその意味するところは
ものすごく大きいのです。ですから大事なのはその御言葉から離れないということです。その御言葉をいつも心に思って、ね、隣人を愛する、ね、イエス様の栄光を表す、皆が崇められる、御心を行う、私たちはその大事な御言葉を持っているんです。その御言葉にとどまるのです。その御言葉を実行するのです。御言葉を考えるのです。皆さん、イエス様を愛するということは御言葉を愛すると書いてあるんです、ね、私たちの心はその御言葉によって変えられていくんです、ステップバイステップステップバイステップ、ね、私たちはだん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 信仰によって変えられてるんですよ。皆さん、決して、がっかりしないでください。もう私たちは、保証されているのです。認められているのです。約束されているのです。私たちはイエス様と契約をしているものです。私たちはもう本当に御言葉にとどまって、今の皆さんの信仰にとどまってください。決して信仰から離れないでください。御言葉から離れないでください。兄弟姉妹から離れないでください。皆さんの信仰は、イエス・キリストを信じる信仰は正しい道なのです。唯一の道なのです。死に、つながる道なのです。永遠の命に至る道なのです。狭い道かもしれません。今日の朝ですね、こう幻を見てですね、大きな門があって、大きな門があるんですね。なんかすごく大きな門で、人々がみんなそっちこう歩いてるんですよ。それでその門の中入っていって行くんですけど、私はこれは、天国の門かな、なんかみんな天国に向かってるのかなと最初と思ったんですが、ちょっとその時に門の前で祈って、神様、この門はあなたの門ですか、この門は何ですかって祈ったんですね。そしたら御言葉が与えられて、ね、私は狭い門だって門が与えられて、あ、この門は違うという、この門は大きいからね、広い門だから、あ、これは危ないと、はいのやめようと思ってですね、入んなかったんですが、多くの人がこう入ってるからね、こう釣られそうになっちゃうわけですね。皆さん気をつけましょう、ね、広い門は、滅びに至ると書いてありますね。イエス・キリストを信じる門は狭い門で、命に至ると書いてあります。みんなが行くから行くのではありません、ね、みんなが行く方向に行くのではなくて、イエス様の御言葉に従うのです、ね、場合によってはみんなと違う方向に行くわけです。クリスチャンの考え方はこの世と違いますから、この世がお金思考とか欲望思考に対して、私たちは天国思考であり、イエス様思考であり、御言葉思考ですから、方向が違うので、方向が違うということはですね、みんながバーってこう来るならですね、そんなのをこう、ね、なんか逆らって生きるようなものですから、大変な摩擦があるわけですね。みんなと一緒に流れていく方が楽ですよね。摩擦が起きませんから。みんなと違う方、反対方向に行くっていうのはこう、ね、ぶつかったりなんかしますから大変なことです。クリスチャンの生き方ってそういう感じじゃないでしょうかね。いろんな方とぶつかるかもしれません。でも皆さん喜んでください。私たちは真理のうちを歩んでるんです。しっかりと目を覚まして、ね、私たちはどっちに向かっているのか、ね、どの道を歩んでるのか、ね、何に従っているのか、しっかり認識する必要があると思います。危険なのはそのイエス様から目をそらして他のものを見てしまうとか、またその御言葉から離れてしまうとか、またその兄弟姉妹との関係を悪くしてしまうとか、いろんなことで私たちは危険な方に行く可能性があります。ですから皆さん、私たちはしっかりと安全運転をしましょうね。人生の安全運転です。それはまっすぐに、イエス様に従っていくという道ですね。よそ見をしないでね、そして、確かに目を覚まして、自分が今どのような状況かということを霊的によく把握することですね。
私たちは少数です、ね、本当に、クリスチャンは少ないです。でもそのことを決して、がっかりしないでください、ね、聖書でそう書いてあるんですから、ね、イエス様に従う者は少ないと書いてありますね。でも皆さん、私たちの信じるイエス様は確かなお方です。今日の御言葉はですね、ヨハネの 8-44 なんですけれども、ヨハネ 8-44 ちょっと読みましょうね。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真に至っていません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしています。いるのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。カリスマっていうのは悪魔とか地獄とかですね、悪霊とかそんなもうことばっかり言うので、ちょっと聞き障りが悪いと思うんですが、私たちはですね、この、神様を愛するならばですね、神様を愛するならば悪を憎むと書いてありますね。神様、イエス様を愛する者は罪を憎む、ね、やっぱりそういう対比があると思いますね。そして、今日私が言いたいことは、その多くの人たちが、いろいろ苦しんでることの一つの理由は、親から呪いを継承しちゃってるということです。どういうことかというと、私の父はお酒が大好きだったんですね。で、私もお酒大好きになりましたね。そして、何かこう病気も、ね、親から受け継ぐこともあると思います。で、私の母はですね、鼻が悪くてですね、慢性鼻炎だったんですね。で、私の兄弟3人とも慢性鼻炎です。で、私の子供も、慢性鼻炎の時があったんですね。ですから病気も継承するし、そのいろんな価値観も継承するし、例えばお金に貪欲な人の子供もそんなに安いんじゃないかと思いますね。ですから呪いが親から子供にこう伝わっていく。出エジプト記に、御言葉にこういうのがあるんですね。私を憎む者は、3代4代にその報いがあると、悪い報いがあると書いてあります。つまり罪を犯すとその子孫に影響するということですね。それに対して神を愛する者は千代にまで報いがあるとも書いてありますね。ですから良いことも悪いこともそういう継承するということですが、私たち日本人はパウロさんはね、クリスチャンホームですから幸せですけれども、多くの日本人はノンクリスチャンの家庭ですね。ですから親の影響をやっぱり受けるんです。もちろんノンクリスチャンの人でも、いい人もいるかもしれません。しかし信仰は継承できませんね。で、私たちはなぜ苦しむかというと、親の苦しみ、先祖の苦しみをこう受け継いで苦しんでいるということを思わされたんです。で、イエス様がこの地上に来たのは、その、この罪の、世代の継承に対して断ち切るためにイエス様が来られたということを今日言いたかったんですね。つまりイエス・キリストを信じるときに、私たちの先祖の呪いが断ち切られて、私たちから今度私たちの子孫に対しては神の子としての継承があるということを言いたいんですね。そのここに父の欲望を成し遂げたいと願っているということですが、さっき、悪魔の心を持っていると言いましたけど、私たちはその罪というのはまさにその
悪魔の欲望。悪魔の欲望とは何ですか？悪魔の欲望というのは神様に逆らい、神の似た人間を損ない、そして人を殺したい、神の世界を破壊したいという欲望なんです。悪魔の欲望は怖いですよ、ね、その悪魔の欲望のゆえに戦争があるわけです。悪魔の欲望のゆえに病気があるのです。悪魔の欲望のゆえにユダヤ人、反ユダヤ主義があるのです。悪魔の欲望のゆえに、差別があるのです。悪魔の欲望のゆえに憎しみがあるんです。怒りがあるんです。今ですね、私ネット伝道してるんですが、ネットで伝道してる人、伝道してるとですね、若い人の心に憎しみとか恨みがものすごくあるんですね。あのネットで誹謗中傷ってすごいでしょ。 ネットでね、もうあのとんでもない誹謗中傷があります。まさにそれが悪魔の心だということです。ネットですから顔が見えません。ネットですからあの匿名でできます。だからその悪魔の心がこう出やすいわけですね。そしてその悪魔の心が人を傷つけるんです。たくさんの人がネットで傷ついてます。たくさんの人がネットの誹謗中傷でもう本当に、もうすごく悪いことが起きてるわけですね。もう本当にあのこう死ねって言われて自殺しちゃった人もたくさんいるんです。まあ、本当にネットの世界っていうのは悪魔の世界とも言ってもいいくらいですね。それは人間の心が反映してるからです。人間の心がネットに反映して、そのネットの中は悪魔が働いてるということなんです。ですからリスナーの方々、悔い改めましょう。リスナーの方々、私たちはネット人間ですが、ネット人間がですね、その悪魔のその欲望を成し遂げたいと思っていろいろ罪を犯してるんだということを理解しましょう。もう一つ私気がついたのはですね、日本はですね、先祖崇拝が多いんです、ね、先祖崇拝。そしてあの信仰宗教っていうのがありますね。信仰宗教、日本の信仰宗教は仏教系、神道系が多いんですけど、ほとんどのそういう仏教系、神道系の信仰宗教は先祖崇拝をさせるんですよ。先祖、ありました？先祖崇拝ありました？うん。わかります？で、その、私はね、あの、先祖崇拝ダメだよ、ダメだよって言ってきたんですけど、今日私思わされたのは、先祖崇拝っていうのは、結局のところ、ね、先祖の霊を受けてしまうということなんですよね。先祖が、要するに私たちは自分が崇めるものに支配されると聖書に書いてあります。自分がね、こう崇めるものに支配される。だから、そのイエス様を崇めたらイエス様に支配されて、これは OK ですね。でも悪魔を崇めたら悪魔に支配されるわけですよ。アメ？で、先祖を崇めるということはね、先祖を崇めるということは先祖に支配されるということなんです。で、その先祖はその先祖に崇めてたわけでしょ。つまりまさに悪魔を拝む、その霊を引き継いじゃうということなんです。だから先祖崇拝の怖さはそこにあるんだという。先祖崇拝することによって悪魔に従っちゃってる、悪魔を崇めていて、そして悪魔の欲望をね、成し遂げたいと思うようになってしまうということです。怖いです、怖いです、ね、聖書が言ってる通り、ね、父の欲望、つまり悪魔から出たものであって父の欲望を成し遂げたいとそのように思ってしまうわけです。そういうわけで皆さん、私たちはこの、私たちが伝道する理由は、おはようございます、ございます、私たちが伝道する理由は、その悪魔の継承である、世代から世代、悪魔の欲望を成し遂げようとする悪魔のその、そのチェーンと言いましょうか、悪魔のこうその伝わりと言いましょうか、それを断ち切る必要があるんだということです。イエス様がこの地上に来たのは悪魔の仕業を打ち壊すためだと書いてあります。皆さん、ですから私たちは、
私たちはそのもちろん父母を敬いますね。父母を敬いますが、それはその先祖の霊を受けるという意味じゃないんです。私たちが父母を敬うのはイエス様を信じて、イエス様を信じてその信仰によって神の愛によって今度は新しく今までの人々の在り方じゃなくて全く神様のやり方で父母を敬うようになるのです。アメン。ですから兄弟姉妹の皆さん、またはリスナーの皆さん、親を憎んでいる人がたくさんいると思いますが、イエス・キリストのゆえに許しましょう。イエス・キリストのゆえに愛しましょう。今まで親を憎んでいるというのは、親を憎んでいるというのは悪魔の欲望の継承だということです。悪魔はその先祖を拝みなさいと言いながら親を憎むようにさせるのが悪魔の欲望だということです。しかしイエス・キリストは反対です、ね、イエス様を信じることによって親を許し親を愛しなさいというのが、それが悪魔のやり方ではなく神様の御心だということが分かったんです。ですからリスナーの皆さん、親を許すということがとても大事で、親を許し愛するということがまさに悪魔のその連鎖、悪の連鎖を断ち切り、神の良いその人間関係の始まりだということを理解してください。アメン。そういうわけで、偶像先祖崇拝は、それは私たちはまず私たちの心を悪魔で、そのイエス様の契約こそ悪魔の契約を断ち切る、もう借金地獄のようなものです、ね、霊的な借金、皆さんこのことをしっかり理解しましょう。そして今すでにイエス様を信じている方は喜びましょう。私たちはもう悪魔と縁を切ったんです、ね、もうイエス様のものなんです。私たちはもう悪魔の、言うことを聞かなくていいのです。呪いがなくなったんです。呪いがいいもの、自分が願うものを、願っていいのです。イエス様を喜んで与えてくれるのです。ですから福音大抵はいろいろありますけど、今日はその先祖崇拝その欲望を成し遂げようとしている そのことを理解し、パウロさんが言ったように、ね、皆さん、暴言暴力は悪魔のやり方です。暴言暴力は悪魔のやり方です。アメン。わかりました。私たちは敵でさえも愛するような武器なんです。武器を持ちましょう。神の、
今話したように、私たちは、悪魔との契約をキャンセルしました、ね、それが悔い改めですね。悔い改め、昨日風景門という映画を見たんですけれども、あの主人公もヤクザだったんですが、そのヤクザの悪に対して罪責感を、ね、感じて、それでクリスチャンになったという映画なんですが、私たちはその、悪魔と契約をして悪いことをしている自分を発見しましょう。そしてそれは悪魔との契約なんだということでキャンセルしましょう。姉さん、悪魔との契約をキャンセルしますか？イエス様と契約をすることによって悪魔との契約はキャンセルできるんです。自分の力でキャンセルできないんです。自分の力で悪魔とキャンセルできないんです。悪魔の契約を自分の力では払いきれないんです。アメン。イエス様と契約をする、つまりイエス様を信じるということです。イエス様を受け入れることだけで悪魔とキャンセルできるんです。しますか？悪魔とキャンセルしますか？イエス様を信じますか？アメン。ちょっと元気ないな。アメン。天の父様、感謝します。多くの方は悪魔の呪いを受け、悪魔の欲望を成し遂げるような生き方をしています。なぜ苦しいんだろうか、なぜうまくいかないんだろうか、その理由を知りません。どうぞこの放送を通して多くの人たちが、あ、そうだったんだ、悪魔との契約で自分が苦しんだということに気づきますように。そしてその悪魔との契約を解除する方法はたった一つ、それはイエス様と契約する以外にないんだということを理解しましょう。理解させてください。リスナーの方々がそのことを理解してイエス様を信じたい、イエス様を信じて悪魔とキャンセルしたい、ストーカーとキャンセルしたい、借金取りとキャンセルしたいと、そのように願いますように。どうぞイエス様、今リスナーの方々が悔い改めてイエス様を信じますように、今信じますように、今悪魔との契約がキャンセルになりますように、今キャンセルになりますように、人々が呪いから解放されますように、呪いから解放されますように、先祖の呪いから解放されますように、親を許すことができますように、親を愛することができますように、これから神の愛で生きていくことができますように、祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。私たちがその十字架を覚える理由は、まさに十字架によってキャンセルできるということですね。十字架によってキャンセルできる、十字架によって、悪魔の仕業を打ち壊すことができる。悪魔と契約して縛られているチェーンがですね、チェーンが十字架のその行いによって、十字架の血潮によって鎖が断ち切られるんです。それはイエス様が勝利したからです。イエス様が悪魔に勝利した、その十字架の力によって私たちもキャンセルできるんです。悪魔との契約をキャンセルできます。とても大事な、とても大事なことです。リスナーの方々、皆さんの人生はイエス様にかかっているんです。イエス様の十字架にかかっているんです。ぜひ皆さん、呪われている人生を、ね、知ってください。その呪いから解放されてください。天のお父様、私たちはあなたに心から感謝します。それは私たちが解放されたからです。悪魔から離れることができたからです。悪魔のその詐欺から、解放されたからです。悪魔の重労働から解放されたんです。悪魔のその
いじめから解放されたのです。悪魔の暴力から解放されたのです。悪魔の暴言から解放されたのです。ですから十字架を崇めます。十字架を感謝します。どうぞリスナーの方々が解放されますように。イエス様によって解放されますように。イエス様によって自由になりますように。イエス様によって神の国に入りますように。どうぞ彼らを導いてください。日本を救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。日本はですね、仏壇がたくさんある国です、ね、それだけその悪との契約が多い国なんですね。でも皆さん、その罪が増し加わるところに恵みが増し加わる。皆さん、日本の夜明けです。日本の夜明けです。悪魔との契約が断ち切られる時が間近です。皆さん期待しましょう。期待しましょう。兄弟姉妹の皆さん、喜ぼうではないでしょうか。もし私たちがまだ悪魔に縛られていたら喜べないんです、ね。悪魔から解放されたから喜べるんです。本当の自由はそこにあるんです。本当の自由は何ですか？罪からの自由、悪魔からの自由、呪いからの自由、これが本当の自由なんです。それはイエス様のおかげなんです。十字架のおかげなんです。ですから私たちは十字架を褒めたたえ、イエス様に感謝するのです。そして、イエス様を喜べば喜ぶほど、もっと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 自由になり、もっともっと白くなるのです。アメン。アメン。ハレルヤ。アメン。はい、ありがとうございました。皆さん、皆さんはきっとね、救われていくと信じます。もう救われた方もたくさんいるでしょう。これから救われる方もいるでしょうね。皆さんの本当に救いが今度は、日本の救いに変わっていくと思います。一緒に伝道しましょう。菊池さん救われました。アメン。一緒に伝道していきましょう。一緒に日本を救うのです。それでは皆さん、また明日の朝、シャロン。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 